クリームコロッケクリームコロッケクリームコロッケはベシャメルソースを使ったコロッケである。具材にはカニ、エビ、鶏肉などが使われる。特にカニクリームコロッケは最もエレガントな洋食と言われている。基本的なクリームコロッケの作り方は以下の通りである。バターを鍋で溶かして小麦粉を入れてから炒める牛乳を加えて混ぜ、さらに卵黄、生クリーム、 塩コショウを加える粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やして、固める、丸めて、俵型に形を整える小麦粉を薄くまぶして、溶き卵、パン粉をつけ、冷蔵庫で冷やす加熱した揚げ油に入れて、きつね色になるまで揚げる付け合わせや、ソースなどと共に盛り付けて完成コロッケのルーツは、フランス料理のクロケットと考えられている。クロケットが初めて文献に現れたのは1872年であった。 このクロケットが現在のクリームコロッケにあたる。1887年、日本にクロケットが伝来した。日本には乳製品の加工技術が普及していなかったため、クロケットを改良し、ジャガイモを使ったコロッケが発明された。明治初期にはジャガイモを使ったコロッケが文献に現れるようになる。一方、ジャガイモのコロッケとは別にクロケットを、 日本風にしたクリームコロッケが明治中期頃から文献に登場するようになった。一説には1889年創業の老舗洋食店東洋県出身で資生堂パーラーの料理長を務めた高石栄之助が考案した。1895年にはクロケットを受け継いだクリームコロッケとジャガイモを使った通常のコロッケが別のメニューとして、 レシピが公開されるようになった。宮内庁の料理人だった秋山徳造が執筆し、1923年に出版されたフランス料理全書にはクリームコロッケに甲殻類が使えることが明記された。やがてベシャメルソースと相性のいいカニを使ったカニクリームコロッケが定着した。ありがとうございます。